はい、ガチンコマッチグローバルをご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保でございます。トレーニングを受けてね、もう1週間ぐらいになりました。体重的には、私ね、1.7 キロ落ちましたね。この 1.7 キロっていうのはものすごい落ちたように感じますけども、だいたいね、ダイエットといいますか、筋トレなどを始めると最初はね、このぐらい落ちるんですよ。3キロぐらいはね、あれこんなに落ちちゃっていいのぐらいドーンと落ちるんですよね。多分そうだと思うんですよ。私の今までの経験からしてそうですからね。これはやっぱりずっと運動をしてなかった人が急に運動を始めると、やっぱカロリーはその分ね、消費されますんで、肉体がね、薄く皮一枚取れたような状態になるんですよね。その分だけちょっと軽くなるところもありますし、あと水分が最初抜けていきますんで、その分でもありますし、食事方法を変えるんで炭水化物を取らないんで、最初の本当にね、1日2日とかで目に見えて数百グラムとか減ってくるんですよね。場合によって1キロとか減るんですよ。それを続けているもんですから、やっぱり消費カロリーが増えて摂取カロリー減りますんで、基本的には体重って3キロぐらいはストーンと落ちるんですよね。ですので私のこの1週間で 1.7 キロっていうのもそんな不思議ではなくて、むしろこれでね、気を良くして気を緩めてはいけなくって、これをね、当たり前なんだという意識と、あと 1.7 キロを痩せたことを、ちょっと励みにしてね、そのちょっと微妙な捉え方なんですけども、痩せたのは痩せたんで、励みにはするんだけども、慢心するようなものではないぞと。まずは3キロ、そして5キロ。この辺までは今のペースを保っていって、どうかなというところですよね。で、今回ね、ミスタイムさんに、私のね、状況をちょっとお話ししようかと思うんですけども、私はね、今ね、食事5回取ってるんですね。で、朝、昼、晩と取るんですけど、朝は、目指しとかね、シシャモみたいなので鉄分とか EPA とか DHA とかね、オメガ3とかを補給します。で、主にそれで、あとはね、野菜、キャベツですとか、なんですかね、キュウリとかね、それからレタス、こういった青物を食べますね。青物を食べて、で、ミニトマトを1個か2個食べるような形でございます。で、水分補給をして、朝がスタート。そして朝お昼ご飯に向かうまで1食また取りますね。その1食ってのはゆで卵1個ですね。ゆで卵がタンパク質が 15g ぐらい入ってるというふうに私のデータからは見えるんですけども、ちょっと違うかもしれませんけどね、そういうふうな形でございます。ゆで卵1個と、あとね、スルメイカの足をね、1本食べてちょっとしばらく噛むみたいな感じですね。これスルメイカがなくなったら、ない場合は昆布でもいいですか、酢昆布みたいな、塩分の取りすぎに気をつけながら、1つ噛むみたいな感じで、満腹感をね、こうつけるって感じですか。やっぱりね、何かを噛んでると満腹感出てくるんですよね。で、あとは水をしっかりとると、炭酸水でもいいんですけども、とにかくね、満腹を感じる状態ですね、午前中は。で、お昼はまたね、取るわけですけども、納豆と味噌汁と、それからご飯は食べないんですけども、玉ねぎを焼いたやつをね、3分の1ぐらい、1玉の3分の1ぐらい取ります。で、あとはプロテインを今日から飲むようにしました。例のね、クリア、あの、何ですか、なんとかチンってやつ、 BCAA ですか、あれを1杯この中に入れて 400g の水で飲むようにしてますね。 400cc の水で、お昼はそのぐらいですかね。で、夕食はだいたい5時に取るんですけども、夕食の前に3時ぐらいにやっぱゆで卵1個とかね、場合によっては2個とか取って、あとは何ですかね、イワシの甘露煮がちょっとあるんで、佃煮みたいなのが、それをこのぐらい本当食べるかなっていうところですね。で、夕食なんですけども、夕食はお豆腐と、それから納豆ね、それから海苔を食べて、たくあんを食べて、焼き魚か焼肉ですよね。焼肉って言ってもジャージャー焼肉じゃなくて、お肉1枚とかね、あんな感じで、あとはキャベツの焼いたやつを食べたりとか、千切りを取ったりとかして、青い野菜でまた補給するみたいな感じで、満腹感を取るって感じですかね。以降その日はもう物を食べないかなってところですけども、基本的には食べずに飲み物だけです。その途中でどうしてもお腹空いたなって感じた時は、またスルメイカの足を1本ね、本当にこう 20g ぐらい噛むって感じですか。スルメイカっていいですね。なんかしばらく噛んでられるんで、なんとなくそれで食欲が満たされるというか、噛みながら水も飲むみたいな感じですよね。だ、このペースに慣れてくると、あとは筋トレがスムーズに進むかなというところですね。筋トレはね、あれですね、任天堂のスイッチですか、スイッチの
リングフィットネスってやつを今ね、私がねレベル51ぐらいになったんですけども、これがね楽しくやれるんですよね。最近は20分ちょっと、25分ぐらい、トレーニングというかね、ゲームを進めて、消費カロリーが100キロカロリーから150キロぐらいカロリーですか、ゲーム上の表示ですけど、そのぐらい取って、もらってるかなってことですよね。で、まあなんせね、汗をよくかきますね。汗をかくとなんとなくカロリー消費したような気持ちになりますけども、これはあんまり関係ないということでよろしいですかね。まあということが現状報告でございます。まあ特にね、今回は質問ありませんけども、ミスター M さんに何かお気づきのことがあったらまたアドバイスいただければと思います。で、本日は体重85キロで、胴回り93センチ、胴回り変わんないですね。体重はやっぱりね、最初 86.7 からだったんで 1.7 キロ減ということでございます。まだまだね、70キロ台が私の当面の目標ですから、まあちょっとね、まだ頑張っていかないといけないかなと。とりあえず6月を全部使ってね、あと2キロなり3キロなり落とせるといいなと思います。まあ今月中に70キロ台が理想なんですけども、まあ無理をしてね、やりすぎて逆効果になってもいけないんで、ここは一つね、82キロから83キロ、現状からあと 2,3 キロ減れば御の字かなという6月を過ごそうと思います。急激に体重を減らすと、これはこれで良くないらしいんで、どのくらいですかね、月に1キロとか2キロぐらいが適正なんですかね。あ、質問としてはこのぐらいですね。質問としては月間でどのぐらいの体重を落とすのが適正なのかなってことですね。例えば私の体重が85ですから、85から今月中に81とか2っていうのはちょっと落としすぎなのかなって思わないでもないですけども、どのぐらいが目標値としてよろしいんでしょうか。85キロの体重を79キロちょっとやりすぎだ、6キロ減はやりすぎだと思うんですけども、どのぐらい落とすのが目標としては適正なのか、ちょっとね、アドバイスいただけたら幸いでございます。それでは失礼します。